1934年頃の、広島の市内の繁華街の映像ですとか、川の様子を映したような映像ですとか、また郊外に、週末に遊びに行って海水浴をしているというような様子、撮影しているのはあの家族のお父さんが撮影しているので、あのいわゆるあの今でいうホームビデオのような内容となっていると思います。近代に入って、まあ、広島という都市が発展してきて、都市に住んで、週末には郊外に出かけて、行楽をするというような、まあ、今の私たちの生活ととても近いような感覚でですね、被爆前の広島の、まあ、家族が、暮らしているという、まあ、そういう、まあ、日常であり余暇でもあるという、これが約10年後ですね、に原爆投下によって、失われてしまうものなんだということがですね、とてもよく想像ができる内容になっていると思います。